美智子に言ってなかったかもしれないけど、明日からみゆきが帰ってくるから部屋片付けておいたよ。え、何？どういうこと？帰ってくるから片付けたって、どこ？あんたの部屋、狭い方に移動しておいたから。みゆきは身重なんだし、当然だよね。私の部屋を勝手に物を移動したってこと？なんでそんなの勝手にするのよ。相談してくれたらよかったのに。それに私は今は実家に住んでるのに、どうしてみゆきのために自分の部屋を明け渡さなきゃいけないの？みゆき、今後は当分一緒に暮らすんだよ。一緒にって、え？里帰り出産で出産後も当分はこっちで面倒を見るから。みちこは姉として我慢しなさい。我慢しなさいって、その話私に相談すべきじゃなかった？事前に。私も一応住人なんだってわかってる。みゆきは私たちの孫を妊娠してるんだよ。みゆきを優先するに決まってるじゃない。妊娠する前から今までずっとみゆきを優先してたでしょうが。何のこと？もういいわ。とりあえず部屋のものは後で自分で片付けるから。みゆきがいつまで住み続けるのか分かったら連絡して。私が実家に戻ることよく思ってないんだって？そうとは言ってないけど、どうして私の部屋を明け渡さなきゃいけないのかなって言ったのよ。私が住んでるのに。だから何よ？姉で工場勤務のあんたに人権なんてないわ。工場勤務だったら何？ちゃんと働いて稼いでるし、万年フリーターのあんたに馬鹿にされる筋合いはない。私はちゃんと結婚して妊娠したし、出産して親孝行するからいいんだよ。ちゃんと娘として親のためになってるのは私の方じゃん？まあ、そういう考え方もあるかもね。でも実家にいつまでいるつもり？さあ。さあって何？出産したことないんだから、どれくらい時間必要かわからないでしょ。生まれてからも実家で面倒を見てもらった方がいいって聞くし。それはそうかもしれないけど、うちで今後当分同居ってこと？まだ妊娠4ヶ月目でしょ。里帰り出産って早くない？うるさいな。バイキンのくせに何ごちゃごちゃ言ってんの。今度は私をバイキン扱い？あんたが実家にいると空気が汚れるし。なんで一緒に住まなきゃいけないのかな？いつになったら出ていくの？あんたもう35歳でしょ？そろそろ自立しようと思わないんですか？それは自分の親に言ったらどう？はあ？どういうことよ。私の方があんたより親には可愛がられてるの。自分の立場を理解して、さっさと自分から出て行ったら？それとも追い出されたい？なんで私を追い出す前提なのよ。私はもう家に4年も住んでるんだけど。まだ工場勤務なんでしょ？変な菌とか持ってそう。その発言、相当な数の人間を敵に回すわよ。この国に一体何人の人が工場勤務してると思う？そういうのめんどくさいから考えたくない。でも私が実家に帰ったら、あんたの立場はもうなくなったと思って。また昔みたいに、あんた以外の家族で仲良く暮らすから。みゆきは本当に昔からずっと変わらないのね。あんたの荷物は全部捨てておいた。妊婦の私がわざわざお母さんを手伝ったんだから感謝してね。本気で言ってるの？どうせもう着ないような服とかゴミばっかりだったしいらないよね。ちゃんと私が捨てておいてあげたから感謝して。自分のもの勝手に捨てられて感謝する頭おかしいやついるわけないでしょ。捨ててって私頼んだっけ？頭おかしいやつって自己紹介ですか？ふざけるのもいい加減にしなよ。人のもの勝手に捨てるなって何回言ったらわかるのよ。あんたもお母さんも自分勝手すぎるよ。一体私にどうして欲しいの？あんたのことは実家から叩き出すつもり。は？叩き出す？金を移したいのか？子供には最高の環境を作りたいのよ。里帰り出産で帰省して住んでた姉を追い出すってこと？生まれる子供に金移しそうだから出ていけ。金って何の話？勝手なことばかり言ってくるのもいい加減にしなさい。まあお母さんと何やら会議してたみたいだし、こんなことになるんじゃないかと思ってたから、大事なものはもう移動してあるけど。あんたにしては察しがいいじゃん。私の大事な赤ちゃんにあんたの汚い手で触ってほしくないの。出産までまだまだあるでしょうが。関係ないから。
工場勤務の底辺は私たち家族に関わらないで。底辺ね。言いたいことばっかり言ってくれるじゃん。工場勤務とか体中汚い菌だらけに決まってる。赤ちゃんに病原菌移されたら嫌だし、さっさと出てって。そう。じゃあ出てくね。家中消毒しないと。あんたのものとか全部燃やしておけばよかったわ。廃品回収でお願いしちゃった。勝手にそんなことまでするなんて本当クズじゃん。もういいわ。私は出ていくことにしたから。あんたをずっと昔からひいきして、今までの恩も忘れて私を一緒に追い出そうとしてる親にもドン引き。私はもうあんたらとは縁を切って自由な生活を手に入れるね。勝手に言ってろ。貧乏底辺工場勤務が。それじゃ、さようなら。これから大変なことになるだろうけど、頑張ってね。私はもう絶対に助けないから。それだけは覚えておいて。お母さんからも電話来てるでしょ？なんで出ないのよ？私たちからの連絡無視ってどういうこと？今どこにいるの？はい。昨日縁を切ったし、もう出て行ったよね。今更何の用ですか？何の用じゃないでしょ。うち、不動産業者から立ち退き勧告されてるんだけど。一体どういうことよ。お母さんも慌ててるんだけど。何を大慌てしてるのよ。お母さんもお父さんも知ってるはずだよ。家は私名義だったってこと。え？家がお姉ちゃんの名義？お姉ちゃんなんて呼ばないでくれる？私はもうあんたの姉としての役目を終わったつもりだから。もう縁を切ったんだし、そういうことだよね。家族だとも思ってないから、そういうことでよろしく。意味がわからない。なんで？どういうこと？もう私が出て行った時点で売却手続きもしておいたから。私の家なんだし、どうしようと私の自由だよね。どうしても住みたいなら買い取ってください。安くはしないけどね。何言ってるのよ。意味がわからない。私たちの実家なのよ。それじゃ、自分でローン払えば？両親は借金で首が回らなくて、一銭もローン返済に回せないし、あんたが支払うことになるけどね。は？え？何が？どういうこと？借金って何の話？株で借金作って、全部財産使っちゃって、もう何もできない状況になってるわけだから、私が4年前から実家に戻って生活を支えてたってわけ。はあ？そんなの何も聞いてなかったんだけど。聞いてなかったでしょうね。私の金を使ってなんとかなってたんだから。あんたにわざわざ話す意味ないもんね。可愛い娘の前ではいい親のふりしたかったんじゃないの？そんなの知らなかったし、じゃあどうすればいいの？あの人たちは私を利用するだけして、妹と一緒になって見下して笑ってきていたでしょ。そんな両親にも嫌気がさしてきたところだったのよ。ま、ちょうど私も婚約者と同棲の話が出ていたところだし。は？引っ越したかったからよかったよ。何言ってるのよ。え？婚約者？彼氏がいたことすら知らなかったんだけど。そんなプライベートなこと話す仲じゃなかったでしょ、私たちは。工場勤務のくせに彼氏がいるとかどういうことよ。お互い底辺なんじゃないの？引っ越したってメリットないでしょ。うちに戻ってきたら？うちを売り払うとか、アホなこと考えないでよ。お前そろそろ黙れよ。え？工場勤務のくせにとバカにしてきてるけどさ、本当は私が何してるか知ってる？何って何よ。ただの工場作業員でしょ。私は工場の技術者だったので、あんたが想像してるより高収入だけど。え？技術者？ま、私はもうあんたらを助けることはないわ。工場というだけでバカにして見下してくるような人間はクズ。痛い目にあって当然だよ。自業自得だよね。そんなこと言われても。それに、知ってるんだからね。実際は里帰り出産じゃなくて、浮気して旦那に追い出されていて、捨てられそうになっていたってこともね。ちょっと待って、何言ってるの？それ親に言った？言ってないよ。でもどうせそんなことだろうなと思って、旦那さんに連絡して確認したの。両親はあんたの旦那の収入を当てにして、私を追い出しても大丈夫だと思ってたんじゃない？でも実際はあんたは無収入。子供を産んだ後も戻れる場所なんてないんでしょ？里帰り出産とか言ってるけど、早いと思ったのよね。うるさい！浮気なんてたった一回だけだったのに！相手だってどこに行ったかわかんないのに！私を追い出すなんて旦那が悪いんだよ！それを私に言ってどうする？
ま、その家は売りに出すことにして不動産屋に依頼したから、親もあんたも一緒に家を叩き出されることになりますね。すぐに引っ越し先が見つかるといいね。お姉ちゃん、そんなのひどすぎるよ。冗談でしょ。冗談じゃありません。じゃあ、家探し頑張ってね。私たち本当に追い出されたんだけど。だから言ったでしょ。家見つかったならよかったね。なんとか見つけたボロアパートに両親とキツキツで住んでるの。二部屋しかないんだよ。二部屋もあるんだから文句言うなよ。そんな冷たいこと言わないでよ。私たち姉妹でしょ。困った時はお互い様じゃないの。助け合おうよ、お姉ちゃん。都合のいいことばっかり言うな。助けてくれと懇願されたところで何も思わないけどね。追い出してきたのはそっちじゃありませんでしたっけ？あの時の私はどうかしてたの。このままじゃ大変だから助けて。私たちに実家を返してよ。買い取れないなら諦めてください。私はもうあんたに会うことはないから。生まれる子供に金を移すことはなさそうでよかったね。まあボロアパートだと衛生面最悪そうだけど、自業自得だよね、クズ妹ちゃん。結局、美智子さんは家を売ったお金と貯金で、恋人と新築マンションに引っ越して自由な暮らしをスタート。さすがに生まれる子供に罪はないと思った美智子さんは、そのためにお金を送ったんだそうですが、家族はすでに姿を消していて音信不通に。どこに行ったのかわからず、美智子さんはもうきっぱりと忘れることにしたんだそうですよ。ここは深入りしない方が自分のためかもしれませんね。どこかで元気な子供を出産していることを願うのみなのだとか。